はい、皆さんこんにちは、カリアです。プロスペース楽天純正企画続きをやっていきたいと思います。今回はスターロードの報酬回復ですね。S ランク契約書まで獲得したので、それの開封をしていきたいと思います。スピースタワーで1枚S ランク契約書を交換したらしいので、いつ交換したのかも完全に忘れてますけど、そちらも開封をしていきます。はい、ということでまずは B ランク契約書が4枚ありますね。いきます。はい、スキップ。菅野選手、源田選手、住谷選手、中山選手。 OK。 次 A ランク契約書、次チームは飛ばします。2枚。はい、行こう。大森選手、山口選手、 OK。 であとはゴールドだけど、先に、ボックスを整理しなきゃいけないので3枚だけ引いてボックスの整理にし、いきましょうか。はい、さあゴールド何が出るかな。まあ B ランクかな、 B ランクっぽいですね。松田選手、福留選手、ブキャナン選手。 OK。 はい、ということで、戻ってきました。ゴールド引きますよ。ゴールドが3枚4枚、行ってみよう。B ランクかな。 OK。 堂上直道選手、祖父江選手、アルモンテ選手、小川選手。中日が3枚連続。うん、いいっすね。さあ残りが S ランク契約書2枚。そろそろやっぱ楽天の選手が欲しいところだね。じゃあまずは1枚目。さあ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 、来てくれ来てくれ来てくれ楽天。おー、オリックス坂木原選手。はい、分かった。次、さあこの S ランク契約書、本当にそうね、楽天の選手欲しいね。楽天の選手が欲しい。お、紙吹雪が待ってたからちょっと期待できるかな。おーのー、おー、おお、嬉しいけど、うん。おお、大野選手か。これはいいね、でも。うん。そうか、そうか。じゃあ、ちょっとまあ、見てみましょうか。まあ、中日ファンとしては嬉しい引きではあったかな。まず、オリックス、榊原選手。なるほど。先発コントロールが若干微妙かな。あ、でも球種豊富なのはね、そこそこあって、落ちる球、横の球、斜めのカーブ、3種類あるのはいいですね。そんでドラゴンズ、大野雄大選手。なんだかんだシリーズ2で あの普通の通常 S は初めてなんですね。おお、78、75、80、いいんじゃない。あー、でもちょっとまああんまり変化球は多くはないね。まあでも大野選手はシリーズ1は持ってないか、シリーズ前のシリーズでね、確か何枚か持っているんだよね。この年は持ってない。
いつのやつだ？ここか。ああ、でもここより球威とコントロールは確か上がって、スタミナが若干下がってはいる。ああ、でもカーブがなくなってるな。あ、でも落ちる球が一つ増えてるのか。まあ、それはありやね。で、大野選手、多分2017のシリーズ2かなんかで、多分、そう、これが出てたんだよね。あ、でもこの時より下がってるのか、能力値は。制球は上がってるけど。まあでも、悪くはないね。全然、能力値的にはいいですね。まあ今年ね、タイトル取ったし、もうちょっと、タイトル、まあでもタイトルホルダーで1つずつ上がるかな。でもカーブがなくなったのはちょっと残念やな。そうか。まあでも中日ファンとしては嬉しい引きでしたね。OK。はい。じゃあ、楽天純正オーダーの紹介をしていきましょうかね。はい、ということで楽天純正オーダーです。まあ2019年最後の、まだ最後じゃないかもしれないけど、まあ多分最後かな？次のイベント、今週末まで今のイベントやルーレットヒッターがあって、その次が多分1週間のイベントだから、また年またぐと思うので、多分最後の多分現状報告っていう感じになると思います。山崎武選手は今育成中で、A を育成中、今年のタイムスリップの S を、A じゃない、A を今育成しているところで、まあ、あとは、楽天の選手は持ってないので、今のところ変わらずかな。あと、まあ、辰巳選手とかが今回 A で引ければよかったんだけど、残念ながら引けなかったので、なしと。で、岸選手は、A ランクが、いるので、それを、まあ、覚醒とか限界突破、に、使えるかな、覚醒限界突破かに使えますかね。はい。で、あ、そうか、湯気選手がそうか、覚醒したね。湯気選手を、まだ育成は全然してなくて、まだもう一つ、次の A を育てて、この湯気選手に限界突破要因にしようと思って、今、育成をしている最中なので、まだ、育ちきってるわけではないんですが、まあ、育成の途中という状況です。そんな感じかな。で、そうね、来年のオーダーで、ロッテから酒井選手とか、酒井選手が、人的保障で、来て、小野選手が、楽天から、見ます。鈴木大地選手の戦力、なんだっけ、人的保障か。人的保障で、小野選手が、ロッテに入りました。で、あとは金銭トレードで涌井選手が、入団という形になりました。いや、涌井選手金銭トレードでっていうのはなかなかね、いやちょっとびっくりしましたけどもね。なんかでもあれですね、もう今月末、12月頭ぐらいにはもう決まってて、人的保障のリストが出る前にはその話が決まってたっていう話ですね。まあ、ちょっとびっくりはしましたけど、そうね。で、なんか今日のその、なんだっけな、ニュースサイトで、なんかその中日も候補に上がってたみたいな話がちらっと出てましたけど、中日ファンとしては、中日に涌井選手来てくれても面白かったんかなと、思ったりはしてますが、まあ楽天も僕の好きなチームなので楽天で頑張ってくれるといいなと思います。はい、そんな感じかな。では、そうだ、ハーマン選手がね、ロッテに移籍になりましたね。なるほど、というかなんというか、そうですね、だいぶ今年やっぱり楽天の入れ替わりが激しいのがちょっとあれですけど、そうね。まあでも涌井選手とかね、まあ涌井選手とか、まあ、鈴木大地選手とかは持ってない選手ばっかりですけど、来年 S が出て、獲得できればいいなと、 A は何枚か持ってた気がするので獲得できるといいなと思います。はい、まあそんな感じかな。はい、ということで、まあ今回はこんな感じ
で終わろうと思います。今年もあともう5日、6日か。25、26、27、28、29、30、31、7日でした。数も数えられるのかって話だね。まあいいや。ということで、あともう一本今年は、この楽天純正企画に、まあ、関連したプロスピ動画を上げようかなと思っております。ね、この動画が始まったのが6月もっと前。ドラゴンズの企画が終わって、ちょっと相手からだった気がするので、まあ、ちょっと何月だったか覚えてないですけど、ね、その頃から、また見ていただいている方々、本当にありがとうございます。来年もまた、まだ今年もう1本出す予定ですが、また来年もこのシリーズ続けていきますので、見ていただけると嬉しいです。多分次のイベントが、ルーレットヒッターの次のイベントで、多分年を越す感じにはなるかと思いますので、多分また、去年一昨年とやってる俺的ベスト9をまた今年も、やろうと思いますので、またその動画を楽しみに、していただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。またね。